佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は毛細血管を元気にする方法です。毛細血管、あなたも聞かれたことがあると思います。この毛細血管、髪の毛の約10分の1の細さです。なんと全身の血管の約9割以上を占めている。あなたの健康と密接に影響を与えてくれている血管なんです。実はこの毛細血管、残念ながら年齢を重ねるごとにだんだんと衰えたり消えてなくなっていってしまいます。ところがこれは再生することができるんです。その方法は一つ、有酸素運動です。酸素をたくさん取り入れる、例えばウォーキングですとか早歩きなどは有酸素運動として有効です。この有酸素運動を続けるとあなたの毛細血管の数が増えていきます。ただこの時期なかなか運動ができなくなっていらっしゃる方多いと思います。そんな方は運動以外にも別の方法があります。それは空腹の時間を作るです。空腹の時間、例えば時々晩ご飯をお休みしてあげたりですとか、お腹が空いてから食べてみるなどを意識的に作ってみてください。消化吸収のために胃腸に血液を集中させる必要がなくなりますから、その結果あなたのお体の隅々まで血液を届けることができるんです。そのことで毛細血管の再生が促進されます。あなたの体の隅々に毛細血管ができて、酸素や栄養がきちんと運ばれることになるんですね。なのでこの毛細血管を再生して体の隅々まで栄養、酸素、水分をたっぷり届けてあげましょう。そして元気いっぱいの体を作っていきましょう。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。